XLR250R 偵察用オートバイは陸上自衛隊で採用されているオートバイである。正式にはオートバイという名称となっている。正式化ではなく部隊使用承認として採用されているため、名称に式という年式は付けられておらず、陸上自衛隊の公式サイトの装備品一覧にも記載がないが入札を行うため要求される仕様が公開されている。 採用以来 SL250S、XL250S、XL250R、XLR250R、KLX250 XL KL の順に5回車種が更新されているが、オートバイという名称は特に変更されていない。立ち乗り射撃を行う、対ック上自衛隊の偵察隊や普通科連隊、特化連隊の情報部隊などで偵察及び、 連絡用として使用されている。オートと略して呼ばれ、性能は民生用と変わらないが、携帯無線機用ラックの追加など、各所に改造が施されている。塗装は OD の単色で、メーカーの社名マークは目立たないようグロで書かれている。全部の泥よけに、陸上自衛隊の車両であることを表す桜明が付けられている。 陸上自衛隊の戦闘車両はその大半が銃撃されても炎上しにくいディーゼル車で構成されているが本車はガソリン車。よって被弾した場合は爆発する恐れがある。自衛隊車両の中では最も小型の装備であり UH-1 ヘリコプターや偵察用ゴムボートに搭載して輸送することもできる。敵と遭遇する可能性が高い危険な任務で使用されるため、 オートバイの乗員は立ち乗りでの小銃射撃やオートバイを寝かせて縦にする技術を習得する。乗員用にオートバイ用ヘルメットが採用されているが、これには防弾能力がないため戦闘を想定した訓練の際には88式鉄棒を使用する場合もある。オートバイドリルで一般公開されるジャンプ、ウィリー走行、アクセルターン、縦列や大列の部隊走行は 災害派遣などで段差や亀裂を乗り越えるために習得する。偵察用途の軍用バイクは日本の陸上自衛隊のほかドイツ連邦軍などで採用されているがアメリカ軍をはじめ2輪のオートバイではなく4輪の全地形対応車を採用している軍事組織も多い。ロシア軍や陸上自衛隊をはじめ寒連地ではスノーモービルを採用している軍事組織も多い。 XLR250RKLX250MMQ モンスターマグニチュードマイナス第13話に XL250R が登場。フルドネラを監視するために川口ココハンに配置されている。ゴジラシリーズゴジラ VS キングギドラ日本映画初登場。XL250R が 未来人のタイムマシンが着陸した富士山陸の周辺地域での軌道巡撮に使用される。ゴジラ2000ミレニアム XLR250R が登場。東海村での対ゴジラ迎撃戦では戦闘地域周辺での軌道巡撮にミレニアンの UFO が東京上空に飛来した際には住民の避難誘導に出動する普通化部隊の先導に使用される。 ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS KLX-250 が登場。ゴジラが品川方面から上陸してくることを受け、迎撃すべく品川防衛ラインに配置される自衛隊車両軍の先導と品川開発区第17号地の不団での警戒活動に使用される。新ゴジラ KLX-250 が登場。ゴジラに対するヤシオリ作戦終了後、 ヤシオり戦闘団に参加した車両が練馬駐屯地に駐車されている。戦国自衛隊関ヶ原の戦い戦国時代へタイムスリップした自衛隊の装備として XLR250R が登場。主人公のイバニーなどの移動手段として主に使用され、戦国武者との戦闘時には走行中に乗員が 9mm 拳銃で射撃を行う。鉄鋼三日月一話に KLX250 が登場。六本木上空の水海ドムの調査に出動する第一特化連隊の車両群を先導する。日本沈没 KLX250 が登場。災害派遣で被災地に出動する高機動車や一等半救急車などの先導に使用される。平成ガメラ三部作ガメラ大怪獣空中決戦 XLR250R が登場。 ガメラに対する攻撃が行われる、富士裾野の周辺地域での軌道巡察に使用される。ガメラにレギオン襲来、XLR250R が登場。レギオンが電波を放つ目標を優先的に狙う性質を持つことで無線が使えない、状況の中、標的とならない貴重な連絡手段となる。作中では、霞目飛行場にガメラと巨大レギオンが出現したの報告や、 総体の爆発を回避するため、仙台市から退避する第22普通科連隊の車両軍の先導などに使用される。ガメラ3邪神覚醒 XLR250R が登場。吉野山に出現したイリスを攻撃すべく出動する第37普通科連隊の車両軍の先導に使用される。ゲート自衛隊彼の地にて各戦いり漫画版。 第四十一話に異世界へ派遣された自衛隊の装備として XLR250R が登場。主人公の救出を名目として遠流討伐に出動する第一戦闘団より先行し、八十七式偵察系会社とともに深度の安全を確認する。続、戦国自衛隊漫画小説版に戦国時代へタイムスリップした自衛隊の装備として、 XLR250R が登場。主に偵察と連絡に使用され、戦国武者との戦闘時には、主要人物の大敗層が89式 5.56mm 小銃で立ち乗り射撃を行う。自衛隊、三国志三国時代へタイムスリップした自衛隊国際連合平和維持活動部隊の装備として、KLX250 が登場。 タイムスリップした直後の偵察などに使用され、曹操軍との戦闘時には、主要人物のイバイ地位が走行中に 9mm 期間、拳銃で射撃を行う。戦国自衛隊1549極秘実験中の事故で、戦国時代へタイムスリップした第三特別実験中隊を救出するため、現代から1549年に送り込まれたロメオ隊の装備として、 XLR250R が登場。ロメオ隊を目撃した謎の騎馬武者の追跡に使用される。長空自衛隊オーストラリアに、災害、ニューギニア戦線などで、主に連絡と移動手段に使用される。目指せ。一気当選墓ち自衛官の異世界噴戦機、転生した異世界で、ワイバーンの襲来を受けた村へ急行すべく主人公が、KLX250 を使用。 夜間の走行に加えて、本来は、カズとノリだが、後部へ冒険者の少女を乗せて走行する。ありがとうございます。